1年のこう本当にピークを本当に持ってって、はい、もう今年終わりぐらいの勢いですか。もうそれぐらいの勢い、まあ、あとは、まあ、点数を稼いでるかなと。今年のメインはやっぱ岐阜県です、うん、やっぱり。まあ、それはそうですね、はい、めちゃめちゃでも4日間終わって疲労感どうでした？もうやっぱ初日で初日が全部も戦後してるんで、はい、4日目ヘロヘロですね。もう体力もないんですよ。もうそれぐらいもうでも全力だ、ね、はい、全力ですね。選考選手で3日間選考するっていうのがやっぱかなり、はい、厳しいですね。3日目の、はい、っていうのはきついですか？かなりきついですね。まあ、その質にもよるんですけど、今回とかやっぱり準決勝2乗戦からも、うん、あの和成さんでしたし、もう相手的にもう 100% で2周から全開踏んでいかないとか、やっぱりそこはだいぶ足使いますね。流せれたらまだ楽なんですけど、言い方は悪いですけど、ちょっと F1 だと少しはペースっていうか、そうですね、若干明日のメンバーとかだとまだ戦後一社っぽいですし、まあ、流してもいけるかなとは思いますけど、流してるとバーンって言われたら終わるんで、前出られたら僕は終わるんで、まあ、重要なんで、そうですね、先方的に、はい、そうですね、そこをやっぱり前出れるように、前出たらもうやっぱ出させないイメージですね、うん、そこはとにかくそこだけ意識して頑張らないと、まあ、構成も守りたいですね、決勝行きたいです、そろそろ、いろいろチャンスですよね、うん、シリーズね、はい、そうですね。7社はどうですか、先行選手としては。正直難しいですけど、難しい、今回みたいにやっぱ3社つけてもらうとすごい心強いんで、逆に相手は僕は切りやすいんで、前4人しかいないんで4人切るだけなんで、後ろはやっぱ中段から来られたらちょっと怖いですけど、後ろからならまあ中段も車間開けますし、やっぱり行かれたらもう終わりなんで、2社でだとやっぱり3社いれば面白いですね、2社だとちょっと正直きついですね。今回さ結構近畿が厄介ですね。中部地区って感じじゃなくなっちゃう。そうっすよね、山田さんがそこはもう気合いで、気合いで、岐阜勢は結構高いんで、ね、あ、そうですね、はい、決勝合流できたら、ね、僕は行くだけですけど、ね、後ろの先輩方にちょっと通ってほしいですね、ね、決勝行けたらですけど、僕ら、はいはい、ね、今回はほら三重勢がほとんどもう1名だけなんでその辺の遠慮はなのに、あの競輪場になってますあれ、あ、コウタ選手が休んで、あ、休みました、あ、欠場な、見てないさ、上田広和、上田広和、じゃあ僕が背負ってるだけですか。そうそうです、いや緊張してきた、やばい、やばい、地元も大丈夫、頑張ります、明日大丈夫、大丈夫、決勝乗るまで、決勝乗る